Thank you.
実戦ともなれば、指揮の訓練も兼ねて、各々騎士団を配備して戦う必要があるの。傭兵だった先生に言うのもなんだけれど、兵の扱いがわからなければ聞いてくれる？騎士団を雇ったら、まず誰に指揮させるか、つまり誰のもとに配備させるかを決めて、騎士団には武器を使う兵たち以外にも魔導士や修道士の兵団など様々あるわ。彼らの力を使って誰をどう補助するのか考えて騎士団を配備するべきね。騎士団を配備すれば、戦闘中その騎士団が得意とする計略を実行できる。敵を攻撃する計略が成功すれば、相手は大きく動揺するはずよ。兵力を周囲の味方と連携して仕掛ければ、その効果はより大きく現れると思うわ。私の力見せてあげる。
我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。舞台に上がるより緊張するわね。焦らず戦おう。先生、奇襲有利思います。行きますか。おっしゃ、行くぜ。引きこもっていたい人生だったのに。戦いの空気苦手だ。この程度では満足できないな。勝利、みんなの心燃やします。戦い、身も心も強くします。
が私の力よ。一歩前進かしら。見たか、俺の活躍。
私だって鍛えてるのよ。この体にこんな力が。見てくれ、いい感じじゃねえか。の精霊、加護感謝します。私、より上目指します。私、進化、成長です。もっと活躍を見せて。
きなる者の力、見たか。貴族にとっては当然の成長だ。綺麗な花にはトゲがあるのよ。どう？私の体、鍛えられてきたかしら。加減すべきだ。この程度、苦境でも何でもないさ。
程度では満足できないな。
やる気出させるのがうまいんだから。ご指導。今日はなかなかうまくいきました。こういう積み重ねも抑えないと悪目立ちしちゃいますよね。どのくらいがちょうどいいかな。旋律、歌詞、すべて難解です。私、最大の苦境迎えています。楽しかったわ。また次も期待してていいですか？ああ、もちろんだよ、ドロテアちゃん。それじゃあ、またね。あら、先生、見てました？そうよ。別に構わないでしょ。歌姫としての人気もいつまで続くかわからないから次を選んでるんです。先生も焦らなくていいのかしら。女の花が咲き誇れる時期は短いんですよ。まあ先生はそうよね。そんなところが逆に人気だったりもするし、とにかく私は将来を考えて動いてるの。先生だろうと口は出させません。大修道院にいる間にまともでいい人を捕まえないと。どういう意味？良き伴侶に巡り合い安定した生活を築く。それ以上の望みなんてないでしょ。いくら先生といえど私の人生についてあれこれ口出してほしくはないわ。それとも先生が一生私を養ってくれますか？答えは求めてないわ先生。冗談って分かってるでしょ。それとも私との将来を真剣に検討してくれたの？女同士も気楽で良さそうよね。先生、考えておいてちょうだい。
なぜ黙って見てるの？不愉快だった？だとしたらごめんなさい。私もう行くわね。身についたものは裏切らない。おお、見えてきました。少しひらめいたことがある。最後まで飽きなきゃいいけど。コツをつかんだか俺。なんかコツつかんだみたいな。理解が深まると嬉しいわね。